渡辺高弘は、新潟県体内市出身の社会人野球選手、元プロ野球選手、左投げ左だ。NPB では、育成選手であった。体内市立中城中学校時代は、南式野球部に所属。山形県の鶴岡東高校に進学後、1年次から公式戦に登板し、2年次の秋からエースとなる。3年次の夏は、山形県予選準決勝まで。 前後試合で完投する。しかし、決勝で山形中央校に延長12回の末さんから4で敗れ準優勝に終わり、自身が最後の打者となった。このこともあって、甲子園出場への切符を勝ち取ることができなかった。高校卒業後は、地元球団であるベースボールチャレンジリーグの新潟アルビレックスベースボールクラブに入団。 橋上秀樹監督指導の下、ホーム修正を行い球速を時速 145km まで上げる。1年目の2011年は、先発、中継ぎの両面で起用され、23試合78回に、3に登板し7勝、防御率はリーグ4位となる1.94の成績を残し、球団の後期優勝に貢献した。2011年10月27日、 プロ野球ドラフト会議で読売ジャイアンツから育成6位指名を受けた年俸240万円、支度金100万円。巨人時代1年目の2012年はファームで2試合の当番にとどまり、いずれも打者1人ずつで、安打と支給で1アウトも奪うことができなかった。しかしながら契約更新では10万円増でサインした。二千十三年はファーム十三試合に当番し、 二勝零敗、防御率2.79の成績を残したが、支配下登録されることなく、10月1日に、球団から戦力外通告を受けた。11月15日に、新潟アルビレックス BC への復帰が発表された。2015年からは、外野手にも挑戦し、投手として12試合に登板する一方で野手では40試合に、出場。10月に行われた、 日本独立リーググランドチャンピオンシップでは、前後試合で野手として出場した。11月10日に行われる12球団合同トライアウトでは、外野手として参加した。2016年は、全試合を外野手として70試合に出場し、打率274を記録。11月12日、前年に続いて12球団合同トライアウトに、野手として参加。 六打数にあんだ一三振の内容だった。2018年5月25日の栃木ゴールデンブレーブス戦で3年ぶりに登板したが、6月1日に現役引退を申し出て退団した。しかし、同年11月13日に行われる12球団合同トライアウトに投手として参加を申請している。二千十九年は横浜市を本拠に活動する。 クラブチームであるジャファムエマノンで投手としてプレーする。野球選手としての活動以外では、東武百貨店池袋本店内でカーツトレーニングのパーソナルトレーナーを務めている。球の出所が見えにくい変速フォームから、最速時速 145km のストレートと、スライダーカーブチェンジアップを投げる。50m 走5秒9と期待の瞬速でもあり、 新人合同自主トレーニングでは3000メートル走と腹筋で新人選手の中でトップを記録するなど身体能力も高い。ありがとうございます。